自己紹介を軽くさせていただきたいと思います。さっきもあったと思うんですけど、我々 KG スイングチャリオティアーズはですね、文化総部軽音楽部に所属している管楽唯一の一応ビッグバンドとなっております。で、まあ、ビッグバンドっていってこういうサックス5人、トロンボーン4人、トランペット4人、リズムセクションが4人ですね。こういう形態の、全員で演奏するアンサンブルのことを一応ビッグバンドというふうに。まあ、普段この全員ね、部員、軽音楽部の部員なんで、ジャズのビッグバンドだけじゃなくて、普通に軽音の、普通のバンドの方も、このホーンセクションだけじゃなくて、ボーカルしている人とか、ギター弾いている人とかもいっぱいいるので、なかなか面白い部活なんじゃないかなと思います。一応我々はその部活の、
中に所属しているビッグマンのということです。はい、まあ自己紹介はまあこれぐらいにしておいて、早速、次の曲に参りたいと思います。ロブパートのナンバーでスーンです。津村直人、はい、我々ジャズのビッグバンドというね、なかなか聞きなじみのないようなバンドをやってるわけなんですけど、僕が1回生の時の大体これぐらいの時期が多分そのコロナ前で最後のプラザでの、チャリオのライブになるので約3年ぶりですね。なので
プラザでこうして昼休みにお客様の前で演奏するのが初めてだと思うので、多分今いる学生とかの皆さんとか、まあ、学生じゃない方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、手振っていただいてありがとうございます。見たことがないと思うんですね。3年間もやってなければ、毎年毎年プラザでやっていた時期もあるんですけど、まあ久々のライブということで、あ、こんなんやってんねやっていうのだけでも、まあ覚えて帰っていただいて、まあ来年以降もこういうふうにプラザで昼休みに、まあ皆さんの前で演奏できたらいいなというふうに、僕も4回生で来年いないんですけど、まあ来年もやってほしいなっていうふうに思いますので、皆さん温かい目で見守っていただければ幸いです。はい、では早速次の曲に行きましょう。カート・ベーシーのナンバーでザ・クイーン・ビーです。
はい、ありがとうございます。カウントベーシーのナンバーでザ・クイーンビーでした。ソリストを紹介いたします。オンテナーサックス、ナンバリさん。オン、ピアノフォルテ、豊原良平。2曲ね、ちょっとあの激しいというか速いテンポの、まあ、元気な曲が続いて、ちょっと1曲ね、あのブルースというかゆったりとした曲をお送りいたしました。残すところは我々あと1曲になりますが、よろしければ最後まで見ていていただけたらなと、思います。言うて昔の話なんですけど、2週間前はね、学祭で皆さんあのだいぶね興奮というか、なんかワクワク楽しい時間が過ぎてね、興奮冷めやらぬ間に、今日は昼休みにゆったりとジャズを聴くというちょっと緩急のついたお昼休みにはなると思うんですけど、まあ、ちょっとしたね昼休み、秋の寒い昼休みにちょっとした彩りを加えれたらいいかなと思って、最後まで演奏いたしますので、よろしければ皆さん最後までお楽しみください。最後の曲になりますので、先にソリストを紹介します。先に曲、カウントベーシーのナンバーでオレンジシャーベットという曲を演奏いたします。ソリストを紹介いたします。オン、トランペット、また私田中優斗です。はい、オン、ピアノフォルテ、豊原良平。はい、それではお聴きください。オレンジシャーベットです。Thank you.
ございました。ケイリースイングチャリオティアーズ2022でした。久々3年ぶりの演奏ということで、我々非常にプラザの演奏ですね、3年ぶりのプラザの演奏ということで非常に緊張しておりましたが、なんとか、最後まで演奏できてよかったなと思います。本日の、演奏の他にも12月10日の方に、我々の関西学院大学の文化総合慶応学部の定期演奏会があります。そこで私たちケイリースイングチャリオティアーズの方も演奏させていただきますので、尼崎のピッコロシアターの方で演奏いたしますので、よろしければぜひ、来ていただけたらなと思います。入場無料になっておりますので、ぜひ来ていただけたらなと思います。はい、それでは、以上で演奏終了いたしたいと思います。 KD スイングチャリオティアーズ2022でした。ありがとうございました。